愛で満たすと結果が変わる。感情コンサル推しのマリコです。えー、今日はですね、自分の中でね、内面をいろいろ取り組んでたりとか、考え方とか感情とかいろんなことをお勉強したりとかやってるんだけど、現実が全然変わっていませんっていう方、そういう方向けにちょっとお話をしていきたいと思います。 1>, 1年前から現実が全然変わっていません現実が変わってないっていうのはどういうことかっていうと例えばお金の問題がずっと前から私は持っていますでもそれがずっと同じレベルで問題として自分で抱えています例えばねお金の問題も全然昔は借金で大変だったのが今 まあまあ生活できるようになってますっていうのは変わってるんですよ。現実感変わってるじゃないですか。だけど、お金の問題があります。ずっと前からそれはあります。でも、なんとかカツ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 でお金はないながらにやってます。それが1年続いてます。3年続いてますっていう人は現実感変わってないです。お金のことだと分かりやすいのでね。そういう方は現実変わってないです。例えばじゃあ、ご夫婦の問題とか人間関係、親との関係。それが1年前もすごく関係性悪いです。 でもなんかちょっとこういうきっかけで今は気持ちが楽で関係性も良くなってます昔は何にも話せなかったのがちょっと話ができるようになりましたこれは現実が変わってますでも昔のように全然気を使いながら話はできません何か行くと気分が悪くなって何も言いたいことも言わないでずっとそのまんまが1年も3年も5年も続いていますっていう方は現実が変わっていません こういうね、自分が痛い思いだったり、お金がもう本当にないってなると、なんとかしようと思って、そこでアクション、行動として動かすんですけれども、なんとかなってきちゃっていることっていうのは、ここで行動として動かすっていうのが後回しになっちゃうんですよ。そうすると結局人生がずっと同じ平坦な人生で、振り返ってみたときに、なんかずっと同じこと悩んでる。ずっと私の人生つまらないってことになるんですね。 この行動とか言動とかいうのをね私の男性性女性性のビデオとか見てもらうと分かると思うんですけどもこの行動する自分の動かしていくっていうのは男性性なんですね。で、ね、自分の内面がこういうふうに変わっていくこうなっていくああなっていくっていうのは女性性なんですよ。 で、多くの人がねこの女性性の思いだったりとか今結構ね、自己啓発だったり内面を変えてる方多いんじゃないかなと思うんですね女性性はだん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 ん皆さん豊かになってきてるんだと思うんですここ実は私今東京に来ていましていろんな方と会ったりお話しした中でこの女性性だったり思いはすごく変わってます自覚してるんです、自分の中でだって同じ問題が起きた時にすごい落ちることがなくなりました今まではズシーンって落ちてもう這い上がれないほど1ヶ月、2ヶ月 月が過ぎていたのに同じような問題が起きても今はああそういうことねって言って軽やかにクリアできるもう本当に私変わったんですって生きてる方もいても本当にそれは素晴らしいことだと思うんですよその変わったっていう事実を自分で認めてるっていうその目に見えない自分の気持ちの方をね認める方が人は難しいんですよ目に見えるものをあこれができなかったのができたねっていうのは 分かりやすいいじゃないで,すかでも自分の気持ちにフォーカスして昔はこうだったけど今はこうなってるっていう自分の気持ちをねちゃんと認められることってすごく実は大切なんだけど難しいことなんですよねでもそれもちゃんとクリアしてできているでもその彼女の場合現実が変わってなかったんですよお金がカツカツだっていうのはもう1年も3年も前から言っている 例えば住むところとかお母さんの問題とかいろんな問題があるんだけどそれもずっと前からこの現実は何も変わってない私こんなに豊かになってこんな風に幸せなんです今言うもんだからで現実はって聞いたらいや現実は変わってないですそれはねおかしいんですよ <laughs> ここが豊かになったら現実が変わっていかないとだって女性性が豊かになった分だけ男性性は変わっていくんですよ。男性性は行動を移せるんですよ。で結構ね今ね自分の中で内面を見てるんだけど現実変わってない人多いんじゃないかなと思うんです。でそういう人はですねまず何してほしいかって言ったら自分が変わってること自分が本当にしたいことっていうのを内面を見ていくと分かってきます。自分ははここういうういいととがしたいんだとか例えばお金の問題はもう本当にうんざりしたい るるんんだとかかね自分が分かってくるんですよそしたらそれをじゃあどうしたらいいのってこれを解決するためには私はどうしたらいいのっていうことを考えてほしいんです。で昨日のねお話しした方ちょっと具体的な話すると結局今お金のために住むところがね家賃がかかりますでまあまあちょっといいとこ住んでいるので家賃がかかりますでその家賃と生活費を捻出するためにそのために今お仕事をしてますだったんですよ。 ですでそこの家賃に結構なウエットを占めてしまうから自分の本当の欲しいお金だったり本当に使いたいところがカツカツにいつもなっていってしまうそれが大問題って感じだったんですねでね1年も3年も前からその方同じこと言ってるんですよでその現実がどうして変わらないのってきの話したんですもう内面的なことは私は本当に変わりましたって自分の本音も分かるようになったしやりたいことが分かるようになったで自由っていうのがすごい大事だっていう自分のキーワードも分かったって まあ感情セラピストの方だったからそ、それもあるんですけどね。でも現実が変わっていない。なんでって、した時に、え、だって働かないとダメですよね。お金ないと家賃払えませんよねってね。もうここのね、現実の自分のループにぐる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 しちゃってるわけですよ。だって働かないとお金ないでしょ。お金ないと家賃払えないでしょ。家賃払ったら自分のお金が勝つ勝つでしょ。でもここはこぐるぐるで、仕事もそんなにすごく実はあんまり うんって感じになっていて、もうぐる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 ここで回ってるわけですよ。で、これが自分の中の当たり前と思っているので、ここのループの違和感だったり違ってるってことに気づけないんですよね。で、待って、そもそもなんでお金が欲しいのって言ったら家賃で払うから。じゃあ、家賃代はなんで欲しいのここに住まなきゃいけないのって言ったら、あれって。いや、ここに住まなくてもいいかも。 だよねって都会だとすごいお金かかるけど、例えば私の長野って家賃も全然安いし、物価も安いわけですよ。そうすると、え、じゃあこっちに住んで、えっと、お仕事はって言ったら、私本当は在宅で自分の好きなお仕事が好きなんですって。だよねって。それ前から言ってたよね。<laughs> そう。だからこのお仕事して、そしてお金をここでいただきながら、 で、もっと安い家賃のところに住んで、で、自分の好きなところに、あっちこっちに飛び回って、楽しいことしてったらいいんじゃないのって言ったんですよ。そしたら、はたと止まって、そんなこと考えたことありませんでした。って。結局ね、そういうことなんですよね。自分のね、当たり前に気づくって、本当大事なんですよ。みんなこれが当然になっているので、現実がなかなか変わらない。なので、本当に私これでいいのって。 で、自分の内面的なことをちゃんと見てる人、本当にしたいことが分かってるはずなんですよ。だから、この本当にしたいことをするのには、この現実を変えないとどうにもならない。じゃあ、この現実を変えるっていうことってどうしていったらいいのって、今度男性性を立てるためにね、いろいろと考えていってほしいんです。で、その一歩として決める。私はこうなる。私はここでこういうふうにやっていく。こうするっていうことを決めることが大事です。なのでね、 いろんな人と話し聞いて、自分ごととして、あ、これ私だったらどうなんだろう。私はここに住んだらどうなんだろう。お金はどうなんだろうって、あの、考えていってもらえたら、そしたら行動も、やっぱり情報だって知識のないことはね、一歩踏み出せないので、自分の当たり前に気づいたら、そしたら今度この男性性を自分の中で一歩踏み出すために、どうしたらいいのかっていうことはまず決める。決めた後にいろんな人から情報をもらう。そして自分の中で行動に移していく。これがね、もうとにかく大事です。あなたの人生は あななたしかか作れないからだから女性性を豊かにしていったら男性性もどんどんと立たせるような形にしていってくださいね。 今日はね、現実が変わってないっていう方、そういう方向けにちょっとお話をしてみました。この動画がいいなと思ったら、いいねボタンとチャンネル登録していただけると嬉しいです。そして、コメント欄にね、こんな時どうしたらいいですかとか、こんなことお話ししてほしいですっていうような内容があったら、ぜひコメントしてください。私もね、見させていただいてお返事していますのでね、ぜひぜひよろしくお願いします。じゃあ今日はこの辺でありがとうございます。